にちは、フラワーティストシンです。フラワー TV で以前刃物の使い方の徹底研究というね、こう特集みたいなことをやっていたんですが、結構そのシリーズ人気があるシリーズなんで、まあ、ちょっとしばらくやってはいなかったんですが、これからちょっとまた始めていきたいと思います。今日はミューサイガンというね、葉っぱの使い方を研究していきたいと思います。実はね、このニューサイランっていう葉っぱ、僕が20代の頃、このニューサイランは僕大嫌いだったんですよ。まあまあ、これが出ると本当に嫌で、作品作るのも花束作るのも本当に嫌な時代があったんですが、まあそういうね、嫌なものは、まあ、食べ物もそうですよ。嫌いなものはどんどん食べると余計嫌いになるか。花材に関してはやればやるほどどんどん好きになってるんですよ。っていうのはなんでかっていうと、うまく絶対できるようになってくるんですね。で、この結局なんだろう、うまくできないから嫌いっていう、その大体そういうことになってるんですね。ではニューサイランの徹底研究いってみましょうか。で、今日はこれとひまわり1本を使って作品を作っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では始めていきます。今日もこちらのフラワーベースの器を使っていきましょう。で、まあ、ニューサイラン3枚なんで、まあ、それにひまわり1本なんで、まあ、普通こう長く刺すことを考えていきますよね。で、まあ、例えば長く刺すとなると、こう立てるか寝かすかなんですが、まあ立ててまあこう立てて、まあこう一枚寝かすみたいな、それで、まあ、ひまわりをこう入れるような、感じにこうだと、まあ普通ですよね、それはね。ただ、まあ、これはね、やっぱり、まあ、これでももちろん素敵なんですけれども、この素材感を生かした感じでは、ただ、まあ、今回のこの徹底研究では、このニューサイランをこうどんな風に変化させるかっていうところに重点を置いていきたいと思います。なので、まずこのひまわりくんは置いといて、まあ、ただね、ひまわり置いとくって言ったんですが、こう一回抜きます。これひまわりくんが結構最初のひまわりくんも重要なんですよ。まあ、ひまわりくんこう立てるか、こう短くするかのによって随分とこう変わってきます。なので、まずひまわりを決めましょう。ひまわり関係ないとか言いましたけど。で、こう、まあ、かっこよい感じで葉っぱを整えますね、まずね。こんな感じですかね。そしたらひまわりくんをまずどのサイズ位置に行くか、例えばこう低く行ってニューサイランを動かすのか、高くしてニューサイランを動かすのか、どうしようかな。今日はどっちにしようかな。今日は低くしてニューサイを動かしてみましょうかね。もう切っちゃいました。はい、この状態からニューサイランをワーキングして、アレンジを作っていきたいと思います。まずはここでニューサイすぐ裂けるんで、このように書きます。で、この時にポイントになるのが、ニューサイを裂いた時にこの真ん中の、実はここの真ん中にこうニューサイランってこう芯があるんですよ。で、この芯がどっちについてるかっていうのは問題で、ついてない方はすごく柔らかいんですけど、ついてる方はちょっとこう固めなんですね。なので、例えばこう立てたりする場合は、少しこう長く立てたりする場合は、まあ、この芯がついてる方が立ちやすいんですよ。
なのでじゃあ少しこうね、例えばこう寝かせてこうラインを立てたいなんていう場合はこの真ん中の芯が残った状態で加工していきます。でこの乳菜の表と裏で随分色が違いますよね。で全部全て花材を表を向けなきゃいけないと思ってる人も多いんですが、まあお花もそうですけど葉っぱは特にこう裏を見せるという、裏のは個性があったり裏を見せるからすごくこうなんだろう素敵に見えたりすることが多いので裏を見せることをまず覚えておいてください。で必ずこう整え、形を整えてね、一回こう指で巻いたりしてこう綺麗に形を整えることが重要です。でまあここで少しこうね長さを決めていきましょうか。はい、じゃあね、はい、はい、このように長さを決めました。で乳菜はすごくこう裂けます。もう細くもこう裂けるし、だこれを剣山とかでビッビッとやってもう繊維質にしちゃうこともできます。ただ今回のこの講習ではその繊維質にすることはしません、この乳菜卵を、まあ、ある程度、まあ、こうやって細く加工して、また今回は丸めるというね、巻くというテクニックを使っていきます。まあよくねこのフラワー TV では巻くというテクニックが出てますが、このように乳菜卵を巻いてこのホチキスで留めます。こうですね、留めます。でこういうパーツを太さを変えて、であと乳菜卵ってほらその場所場所でこう色は全然違うんですね。なのでこの場所の色の違いをこう利用してこのようにループを作っていきます。でできればこのループの大きさは違った方がいいんです。同じ大きさのループにするとちょっとアレンジしにくくなります。でこれをねどんどんと作っていきます。ではここからねちょっと作品アップにいきます。はい、はい、作品アップになりました。そしたらさっきパーツにしたものを刺していくんですが、これ刺すときにこの太さのままで刺すとフォームにでナイフザクザク刺してるみたいになっちゃうんですよ。だからこのように刺し口をハサミを入れてなるべくこうダメージを少なくして斜めにカットしてこれで刺していきます。こういう感じで刺していきますね。はい、同じく他のパーツも刺します。今ここにひまわりがあってこういう葉っぱの動きをしてますね。なのでちょっとこうこのひまわりをこんな超えるようなね超えてくるような動きを作るとまたそれはそれでかっこよくなるので、そういう動きを入れていきましょう。こうひまわりをこう越えてくる動きを入れますよ。はい、でその時に、まあ、こういう動きを出すのにここでリーフを止めたい、場合はこういう U ピンをねワイヤーで作って止めます。そしてもうねここのこういう部分ですね、こういう部分のファンデーションワークに関してはもうこういう乳菜卵みたいな葉っぱではもうねできないんですよ。なのでここに関しては、こういうレザーリーフファンのようなシダ系のね葉っぱとかを使って
細かくファンデーションワークをしていきます。あんまりここから出すと、葉っぱを出すとこのせっかくの動きが壊れてしまいますので、この中で短く刺していきます。はい、こちらで完成です。ではね、ちょっとこう寄って見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。めっちゃかっこよくないですか。ほら、めっちゃかっこいいですよね。これニューサイラン3本とひまわり1本だけですよ。やっぱね、ここまでできるようにならないとダメなんです。なので刃物の研究、まあ、Nフラワーではね、もう当たり前なんですが、それをすることによって、まあ、こういうかっこいいアレンジができるようになりますので、ぜひ皆様も研究してかっこいいアレンジを作ってみてください。せっかくね、やっぱお花をやってるんだから、もうダッサいアレンジじゃなくてかっこいいアレンジ作りましょうね。なのでぜひかっこいいアレンジ作ってみましょう。よろしくお願いします。分かんなかったら N フラワー来てください。もう何もね、結構こうあちこちで声かけられることが多くなってきましたが、もうどんどん教えますから、ぜひ皆さん聞いてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。See you next time.